今の気持ちはいかがですか？今すごくワクワクしていますし、ちょうど今さっき初めてこう回らせていただいたんですけど、本当にこの展覧会の持つ力というか、なんか見終わった後、すごくなんか元気になってパワーをもらったんですけど、なんかそういう僕自身こうなんだろう、いろいろ僕自身こう、なんだろう、心待ちにしていた展覧会ですし、いよいよ始まるんだなっていう。ワクワクが今すごく高まっています。これまではポスターとか写真でご覧になってたと思うんですけど、はい、現物を見てみて、まあ、新しい発見だったりとか、まあ、意外に思った作品、まあ、大きさとかもあると思うんですけど、何か感じましたか？ありました。やっぱりこう、まあ、後ろのこのスイレンもそうですけど、やっぱ実際の大きさっていうのも見てみないとわからないですし、なんかその絵の具の質感だったりとか、こう立体感っていうものもやっぱ実際見てみて今日初めて分かったことも多くて、あとなんかなんだろう、その絵の持つ温度感というか、なんかそのこの一瞬に残された匂いみたいなものも感じて、今日すごくいい体験をしたなっていう気がしてます。何かこう印象に残った作品あげるとすると？僕ずっとグランドキャニオンの一枚ずっとこう気になってたんですけど、想像してたよりも大きくて、あとその絵の具のかすれた感じだったり、あと雲の流れ方がなんかこう写真で見てたものより実際で見るとよりなんかこう、なんだろう、動きが見えて、あ、風強かったのかな、なんかそういうところまで想像が膨らんで面白かったです。10月頃からちょっとずつ展覧会の準備をされてきたと思うんですけど、はいはい、まあ、その頃これから勉強していきたいみたいなことをおっしゃってたかと思うんですけど、はい、どうですか、その後ちょっと詳しくなったりとか。ちょこちょこ詳しくなってたと思うんですけど、今日でも改めていろいろ見て、なんかまたさらに興味が湧きましたし、なんか今さっきちょっとクイズというか出してもらったりとかしてたんですけど、意外と答えられなかったりして、もっと勉強しなきゃなって思ってます。グッズとかも今回いろいろあると思うんですけど、はい、その辺いかがでしたか？いや、僕が聞いていたグッズの数の10倍くらいに増えていて、なんかもちろんスターソースはちゃんと置いてたんですけど、なんかそれ以外にもこのスイレンをモチーフというか、スイレンの、描かれた透明感のあるマグカップだったりとか、コースターだったりとか、いろんな種類があって、お土産売り場がすごく楽しかったですね。充実してました。すごく。何かこう欲しいなと思ったものありますか？ノートがいいなって思いました。表紙と裏表紙がスイレンなんですけど、こう開くとページの右下になんかこのスイレンの模様というかが入っていて、あと紙の質感というかちょっとなんか古い感じになっていて、おしゃれだなって思って、そのノートはすごくいいなって思ってます。何を書くんですか？僕は今自分の持っているノートにはスケジュールとか、なんかその日、まあ、作品の撮影したりとかすると、その日気になったことというか、なんかこのシーンこうだったなとか、こういうこと次の役作りとか、この役に役立つなとかって書いたりしてます。2024年始まって、まあ、1月終わる頃ですけれども、今年の目標だったり挑戦したいことっていかがですか？でも今回今日この印象派展、まあ、見て回って、やっぱりこう実際に芸術をこう体験するというか、見るというか直接見るとか体感するっていうものがやっぱり大事だなと思ったので、なんか、まあ、日本の中でも海外でも、なんか自分の気になったものとか場所には直接自分で足を運んで見に行けたらいいなって、より思
の鈴鹿さんの、はい、音声ガイドをやられたと思うんですけど、はい、録音し、あのうまくいきましたか？まあ、結構あのスムーズにはいってたと思うんですけど、やっぱところどころイントネーションが岡山の血がちょっと出てしまったりとかしてあ、ちょっとここイントネーションっていうのはやっぱ何箇所かあったんですけど、でもスムーズにいってたと思います。だし、なんだろう、こう今回 の、 あのアメリカのそのウスター美術館の持つ雰囲気というか、結構こう地域密着型の美術館らしくて、こうすごく気楽に足を運べる場所ということで、僕自身こうそのスペシャルトラックとして、なんだろう、聞いてくださっている方と一緒に回っているような、こう気楽に楽しくあの見て聞いていただけるような雰囲気で撮っていたので、なんかこう僕自身リラックスして録音してたので、スムーズに入場者の方にこの辺をちょっとぜひ聞いてもらいたいとかってポイントありますか？僕の中ではあのもちろんこう知識のこともプラスアルファで喋ってるんですけど、王子クイズっていうものをところどころに出してまして、でもこうこの印象派って見てると答えられる優しめなクイズなので、なんかそういうクイズも楽しみながら聞いていただけたらなと思っています。あの鈴鹿さん自身、あの美術、絵心っていうか、はい、あの子供の時とか学生の時とか、はい、いかがでしたか？絵心はあの本当に皆無というか、人なんかなくて、今日もちょっと絵を描かなきゃいけない時があったんですけど、ちょっとあの見せていいのかなっていうレベルの絵になってました。私この間その今年の絵と描いてくださいって言われて、辰年で、まあ僕年男なんです、一応。だけどなんか辰を僕自身は描けたなと思ってパッて見せたら、ミジンコみたいって言われてなんか そういう絵心ですね。あとあの自宅とかに、はい、あの絵とかをこうコレクションしたいとかって、なんかそういう思いとかっていうのはあったりしますか？あ、絵は少しこう飾ってたりとかします。なんか、絵だったりとか、ちょっと昔のポスターだったりとか飾ったりしてます。じゃあ今後は本格的なこういう印象派の絵とかも？そう、さすがに本物はあれですけど、なんかちょっとちっちゃめのとか飾りたいなって思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません、今回あの印象派、まあ、フランスからアメリカへということで、鈴鹿さん自身は海外志向というか海外進出とかそういう展望はありますか？あ、海外は行ってみたいっていう思いはすごくありますね。でもちょっとフランスもアメリカもまだ行ったことないので、いつか行ってみたいなと思ってるんですけど、でもなんか最近ありましたよね、なんかこう海外でお仕事されてる方もたくさん、パリコレに行かれてる方も日本からもいらっしゃいますし、なんか今その韓国だったり台湾だったりとかっていうあのエンターテインメントの部分でも交流がすごく深まってる印象はあるので、なんか僕もいつか海外でお仕事はしてみたいですね。